よし始まった、今日は頑張る、今日は頑張る。昨日はまあ、やり方全然わからなくて、すぐ喉乾いて死んだんだけど、その後にちょっとやってみて、一応ご飯なんか魚の炊き方とか分かって、その上に水を沸かして飲めるようにするのやり方とかいろいろ分かったんで、今日はまた挑戦したいと思います。で、世界をロードして昨日のやつそのままいけるけど、やっぱ最初からやり直そう最初からやり直そう。なんかいい感じの家だな、この人の。違う、2回どうやって作るかまだ分からんけど、頑張って我慢してネットで調べてないからね。なんか自分でやって、なんか自分でやりたいわけもうとりあえず始めよう、新しい世界。またノーマルでいきましょうか。こんにゃく、世界の名前、いきますよ。よし、昨日のようにいかないぜ。まずは板とかプラスチックなど集めて、ラフトを広くしたいと思う。これは落ち着かないよね、この狭さ。島あるんだけど、めっちゃ降りたいんやけど、アンカーまだ作れてない、アンカーまだ作れてない。あ、やだ、もうめっちゃ島降りたい。もう目の前こんな通語のいい感じに。お、何それ、パドル作ろうか。パドル作ってあっち行きたいよね。プラスチック、プラスチック足りてない。じゃあだいぶお腹空いて喉も渇いたから、その時はですね、その時はですね、なんだっけ、単数な洗濯機、これで、これで水がきれいになる。で、このグリルで、あ、スクラップが必要か。よし、このコップでここに水入れて、そして棚を置く。そして水がきれいになります。ちょうど喉乾いてきたと思ったら、ここに水があって飲めます。えい、でまたここに入れて、また水がきれいになる。あ、スクラップできた、できた、できた。グリル、イエーイ、ナイス。これで魚でももらったじゃがいも、ここに置いて、板を置いてご飯できます。で、これ飲んで、またここに水入れて、やった、生活ができます。えい、ほら、ここで魚できた。すごいだろう、すごいだろう。で、この魚も多分焼ける。よし、みんな、結構な量のプラスチックと板を集めてたんで、ちょっとこのしょぼいラフトを広くしたいと思います。で、俺の考えてることなんだけど、だいたいこっちの方に流れていくから、なんか幅広くした方が物取りやすいかなと思って、横長いラフト
作ろうかなと思いました。よし、もうなくなった、こんだけか。まあいいけど、修理できるかな、この壊れてる部分。でもこれで取りやすいかなと思って、こうやってほい取れるみたいな感じ。どう思いますかみんな。でスクラップで釘作れる、釘作って、次はちょっとベッドが欲しいよね。夜になってきたからベッド作ろう。よし、これでベッド作って夜過ごしてる。なんか夜ちょっと怖いし、でも寝てる間にサメにやら、でも寝てる間にサメにやられることはないでしょうね。じゃあとりあえずベッド作りました。どこで寝る？この辺でいいか。お、寝た、寝れた。朝だ。おお、面白い。朝ごはん食べよう。水飲もう。朝魚釣りでもするか。島あった。今度島行きたい。魚来い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 、えい、魚来ましたぞ。あ、板置かないと。よっしゃ、ラフトめっちゃ広くなった。床が広いから取りやすいよな。でみんな、これで多分他の新しいもの作るべきだと思うんだけど、このゲームあっという間にお腹空いてくるから、このキャラクター、まあ少年だからね、成長期ですぐお腹空いてくると思うんだから、これ増やしたい。ここグリルとかもっと作りたい。スクラップとヤシの葉、これでもうコップも作ろうか。コップも一応作っといて、で水作るやつとグリルもう作っといた。えい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 こっちの方はすぐに効率よくできる気がする。これで効率が2倍になりました。どうもありがとうございます。よっしゃ、これで水もご飯も困ることはないでしょう。次は 何作る？何作れる？小さな植物、地面、これで、これ植物？おお、これ作ろう。これでなんか先の野菜とかじゃがいもとか入れたらたくさんできるよね。いいね。この辺かな。いいじゃん。でも夜になったからもう寝よう。なんかでもなんか物を拾うっていうのなんか中毒性がある、これ止まらない。でも今日はもう寝ます。えい、おはよう。これ2つ作ろうかな。これでビート、あ、間違った、食べちゃった。食べるんじゃない、ここに植えるんだよ。えい、こうやって水をやるか。おお、いい感じじゃん。あと何作れる？
リサーチテーブル、海に浮いてるなんちゃらなんちゃを最適です。とりあえず作る小さなストレージ、あ、これいいな。ストレージがあればたくさん食料そこで保存できるよね。よし、ストレージもできました。ここにご飯、一番右はご飯にする。お、いい感じに育ったじゃん。もうできるかな。またか。なんか物拾いながら魚釣れていいよね楽しい。海にこんなにゴミがあったんですね、大変。お、一つは二つになるってこと。もうじゃがいもパーティーになるこれで。水が必要だからここに置いてある水を、えい水、えい、で次使う時のために水入れときますね。みんなだいぶいい感じになってきましたよ。あの結局グリル3つも作って、で水のやつ2つのままで、ここにストレージになんか変な猫が行って拾ったんだけど、ここにこれ開けてみると、このストレージのとこに食料があります。でこっちを開くと水が用意されてます。でこっちは摩擦用、あ、これだこれだ、リサーチテーブルを作ればなんかできるかな。プラスチックとかいらん、葉っぱいらん。おお、リサーチテーブルですね。ここで、ここで調査する、調査するためにスロットにアイテムを置く。どうやって？釘とかあるよ。あ、ここに、あー、なるほどなるほど、お、いろいろ分かってきたな。ちょっとちょっと、あ、お前ちょっと水飲んでご飯食べて落ち着いて、あ、なんかサメにやられたな、ここ。お、あ、これで帰られる。お、すごい屋根、柱、壁、お、いろいろ作れるな。おお、で全部リサーチできたらそのものが作れるってことか。でもそれより、あれ何、あれ気になる、あれ気になる、あれ作ろう、あれ作ろう、アンカー、アンカー、アンカー、あったよね、あったよね、どこどこ、アンカー、え、足りてない、こんな大事な時に。アンカー作ろう、アンカーアンカーアンカー。なんで、なんでどこも、どうやって、どういうことか。お、これで止められた。でアンカー一回しか使えないよね、一度だけ使います。じゃあちょっとちょっとだけご飯食べたい。
で、水も持っていこう。喉乾いたら大変だからな。あ、じゃがいもできた。じゃあ頑張ってヨーグ。サメさん来ないで、来ないで、サメ来ないで、来ないで、来ないで、やで、早く。あ、できたできた。おお、お、何これ、え、沈むのか、これ。怖い怖い、サメが来たら。お、ちょっと拾った、そんだけ。サメ来ないで。あ、サメあっラフトの方を送ってた。うん、それでいい、それでいい。あ、来た。あ、危なかった。もう移動しよう。もうとりあえず今日はここで寝る。で、そっちにも島あるんだけど、なんか島、なんか高くて降りられない気がし、降りられない気がするから、もうちょっとさ、あのラフト、なんか2階、ラフトに2階とか作れば島とか行けるんじゃないと思って。おい、あっち行け、あっち行け。おい、よし、じゃあ建築フォートナイトみたいにちょっと建築してみたいよね。で、右クリックすると、お、フロア、おお、あと何がある。壁、お、すごい。おお、まだ足りないか。みんな朝だよ、起きて起きて。いい感じになったでしょう。ラフト2回作れて、で、ここはあの、お、朝ごはんできてるよ。あの、ここはキッチンで、これ2階上がって寝室、まだ未完成なんだけど。で、ここに来て庭がありますね。じゃがいももできてる。うまい、やんのか。あ、あった、ほら。調査すると、なんかこうやって物入れて調査できて、それでいろいろ手に入る。例えば、あとこれで金属のインゴットをここに入れたら、このアドバンスグリルが手に入る。多分アドバンスグリル手に入ったら、こういうあの生サーモン、大きい魚を焼くこともできるし。でも、この超通貝、ちょっとなんだか分からないけど、お、ネットがある。浮いてるアイテムを自動的にその中へ詰めます。おお、すごい。え、こんなの、めっちゃ楽になるな。つけてみる。お、いいじゃん、めっちゃ楽になる。これこれたくさん作ろう。何これ、こんな、こんなやりやすい方法あったのか。もう最初からこんなの作ればよかった俺。今日の動画はこんなところで終わらせたいと思います。まあ、どうですか、ゴードのラフト。でも、まだ島に行ってないから、行けてないから、それはまた次頑張りたいと思います。じゃあ、またね。